おめえの出番だぞ、ごはん。なに？え？なんだと？やれるな、ごはん。僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ごはんはオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえにゃ手を抜いてるように感じたんだろ。そうなのか、ごはん。はい。あれ、ごはん、平和な世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました。やってみます。僕がセルと戦う。孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。殺してやる。僕が相手だ。生意気なガキが。セル。なるほど、本当にハッタリではないようだな。まだやるのか、セル。僕は戦いたくないのに。まさかこの私に勝つつもりか。なるほど、少しは本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなるととんでもな
ない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした？痛いだろう。怒れ。嫌だろう。このまま死ぬのは。そう、俺はゴハンに加勢するぞ。待てピッコロ、ゴハンが怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したゴハンに期待するしかねえんだ。ソン、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな。実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。おう。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ。なぜだ。なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。もたもたしてっと、やべえぞ。ふざけやがって。
るぞ。このままではくだらんことを言ってないで戦え。ごめんさん、何か策はないんですか。今はとにかく戦うしかねえ。なんとか戦えてるのはオラたちだけか。クリリンさんたちが危ない。なんとかしねえと。クリリンたちが与えろ。他人の心配をしてる暇なんかないぞ。なんという強さだ。こんなチビどもに俺が。行くぞ。セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。
ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。 お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱし、ちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう?行くぞ。さあ、16号。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。真の力。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。セル、お前はもう終わりだ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。奴がこの世に存在すると。この世に存在しちゃいけないのか。
前だ。私のパワーが完全に諦めろ。なぜだ、なぜこれほどのパワーが奴に。戻った。完全体じゃなくなった。つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。まずい。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。なんだと。自爆。そうはさせるか。この俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。ずやっぱどう考えてもこれしか、地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前、まさか。バイバイ、みんな。ここまで、よくやったな、ゴハン。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。悪い、カヨウ様。ここしかなかったんだ。くそー。消えた。孫悟空の木が。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ゴハン。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ゴハン。
当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。ん？くそー！うわー！ベジータさん、砕け散れ！何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。今度はそううまくいくとは思えない。お前を消し去ってやる。その程度で私を消すことなどできん。いい攻撃だが、大したパワーは残ってないようだな。いや、私が強くなりすぎたのか。そんな。終わらせてよ。せてよ。
くれ。お前たち許しませんぞ。遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな、僕はセブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。セルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろご飯。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ。すげえ、本当にすごかったぞご飯、やったな。信じられねえよ、助かったんだ俺たちは。すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。センズがなくてもあいつに触ってもらえばバッチリだ。よし行こう。
手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ。勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。完全にやられた。あいつら親子に。くそ。カカロットめ。あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。なんだったんだ、あいつらは。ミスターサータン、一体シェルはどこに？え、さあ、シェルは、私が倒しちゃったかな。え？ああ、あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから。イライラした私がいい加減にしろっつってビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ、他の連中は？わ、私に礼を言って帰っていったよ。素晴らしい。では地球はセルの魔の手から救われたのですね。そういうことだ。お聞きになりましたか、世界の皆さん。地球は救われたのです。ミスターサタンのおかげです。